強いかな。いや、いいんじゃないですか。もう多分帰れないと思うし、まあちょっと気になる。僕は星野さんがっていうか、その働いてるとどう思ってんのかな。でもこれが受け入れられてる関係っていうのはすごいなと思う。あ、そう、うん、ありえないと思います。ありえない。だって明らかにネット上で喧嘩売ってるようなもんでしょ。あ、そうなの。いや、だってだからさっきのヨーコちゃんが風邪で来れなかった、本当に風邪で来れなかったんですけど、それこっちも思ってんのかなと思って。それでヨーコちゃん、ヨーコちゃんがいたら面白いかもね。え、中谷さんっていつまでこっちいるんですか。来月朝。あ、じゃあもしよかったらもう一回今度あの。ヨコちゃん、パートついて、まあ、ラジオ撮ってもいいし、撮ってもいいし、はい、別に撮って使っても使えへんの、はい、じゃあ、ちょっと第2部でじゃあ、もうやりますね。はい、はい、始めます。寄り道ラジオ第2部。第2部。はい、なんか、お前誰やねんと。そうそもそも僕と星野さんはね、もうなんだかんだ定期的に長いですよね。たまに会ってますけど、まあ、ここで働いてる人からしたら、そうですね、よくわかんないんで、突然なんか2ヶ月限定で月額会員になります。なんでみたいな。で、どっから説明していいかがわからないですよ。だって何も知らない。そうですね。まあまあ、生い立ちからじゃあ。長い。まあでも、僕でも、だから僕もエンジニアやったんですよ。そうそう、大阪で10年ぐらいやってらっしゃって。でも僕も、まあ、開発してたけど、途中からはもうお願いする役だった。会社員として、はい、会社員としてずっと働いたんですけど、で、なんていうか、まあ、多分星野さんの今の働き方僕知らないですけど、はい、まあその実際作るのはもう人にお願いする会社だったり、はいはい、一緒に働いてる人にお願いする交通整理みたいなことをずっとやってて、ディレクションっていうね、うん、で、そういう仕事をしてたんですけど、おかしくてなんめっちゃでも転職も多かったんですよね。そうですね、それぞれ多いと思います。さらにやってるトータル何回ですか。10社以上働きます。でもやっぱ10回も転職すると割り切れるよね。そうですね。そうですね、何の躊躇もないですよ。で、そう、小さかったですね。ごめんね、すいません、これ個人の方がね、こっちの方が良かったね。あ、そうですね。まあまあ、いいんじゃない。一人ずつで、そっから東京に、そうそう、仕事で東京出てきて、で、あの、まあ、会社を買収したり買収されたりとか、なんかまあ、IT 業界によくあるような、自分がいた会社は買収して大きくなったけど、また買収されてみたいなそうやってて、で、僕もあの会社の仕事がないので、自分でサイト持って、それで収入になってたんですよ。うんうん、同じなんですよ。うん、まあ、一つ見てて、組織で働いてるけど、自分のサイトで副収入みたいなのはずっとやってて、はい、で、会社の時はお客さんの仕事をやるわけじゃないですか。で、それをやってたら、もうお客さんの仕事やりたくなくなったんですよ。その自分の方でいけない。人の方に釣りたくないなって、はい、で、そっちの方がまあ安定するんだけど、うん、もう散々やったから、もういいかなと思って、で、それで、自分でやりたくなったんですけど、そのウェブサイトだけにあんま興味がなくなっちゃったんですね、はい、サイトを作るっていうことは必要なんですけども、それだけをやってても、もうやるやついっぱいいるし、もうお願いしたら安くやってくれる人もいっぱいいるし、多分これからどんどん安くなるしと思った時に、その土俵で経験するのが嫌だなと思って、で、僕は、一時あの IT 会社がみんな中国にバンバン発注してた時があるんですよ。IT バブルみたいな時に、でその時も中国行って現地の中国人とかにお願いしてたんですけど、2002、3年ですよね、もう十何年前、はい、で、それで現地の中国人に採用してお願いしてたりとかしたら、もうその給料の差とやる気の差と、まあ、品質悪いけどだけどなんかもうそのガンガン来る感じで、そういうのはもうどんどんそっちの方に行くから、で、技術どんどん変わっていくから、僕ね、パズルみたいな面白いんですけど、開発って、でももうどんどん変わっていくから、まあ、ずっとそんなしんどいかなっていうのさ、僕のキャラ的に、まあ、その途中から交通整理みたいになってたから、IT 業界以外に潰しが効くようになりたいなと思って、で、それで、まあ、いろんなことをやってたんですけど、
その中で会社辞めた時に一回日本出ようと思ったんですよ、うん、でもそのやっぱ日本にいるとその日本の情報しか入ってこないから、うんうん、でそれで海外は好きなんでしょっちゅう行ってたんですけど、やっぱりこの旅行者として知れる情報と住まないと分かんない情報ってあると思うから、うん、もう完全に向こうに拠点にして、でがっつり海外のじゃあその例えば IT とかの品質とかコストとかもどうなんかっていうのを見たいと思って、で IT だけじゃないですよね、海外で働いてる日本人がどんなんで、そこで働いてる外人がどんなんでとかっていうのを見たかったんです、うん、でそのためにはもう完全に拠点を移そうと思って日本の家解約して、でそれでこう転々としました。で元々はだから、まあ、いくつか日本で仕事はもうあったんですけど、新しく海外で仕事を作りたいなっていうのと、うん、その時どこの国がいいのかなっていうのと、どこの国が住みやすいのかなっていうのを、まあ、見ようと思って、でそれで1年半ぐらい見てたんですよ、っていう感じです。で、それ日本の仕事を続けながらですか？ウェブとかだったら続けられる？ネットでできる仕事は引き続きずっとやってるんで、日本から収入が得てて、で、まあ、たまに日本に帰ってくるんですけどっていうのを、2014年の頭からして、今2015年も夏なので、1年半やって日本がいいなって思います。なんでですか？日本、でも海外どんどん高くなっていくし、あ、まあそうですね、でほとんどの人が海外に出て、なんかまあアジアとか安いと思って行くんですけど、実際安いんですけど、その例えば屋台とか毎日食べたら体壊すんですよ。短期やからいいんですよ。あの路上で、ね、排気ガスバンバンのところで、そんなね、衛生上も良くないわけじゃないですか。短期だからいいけど、長いこと考えたらやっぱり健康上、向こうの平均寿命になっていくわけじゃないですか。なるほどね。そうしたら、みんな結局ある程度日本水準を求め出すんですよ、うん、やっぱり食品は日本食が売ってるスーパーに行くとか、うん、で住むところもなんかちょっといいところになったり、まあ、治安悪いとか、でも日本は高い研究室が高いで、結局現地化したら安いんですけど、うん、みんなほとんど日本人できないんですよ、生まれ育ちの生活、うん、そう、まず環境に適応できないんですよね、うん、で、まあ、例えば家族とかいたら子供のこともやっぱ心配だし、うん、ですよね。でそしたら日本より、うん、物価が、うんうん、経済的にかかっちゃって、でさらに現地で仕事したら日本より全然安全単価安いです、はいはい、ウェブサイト結構作ったり、うん、ローカルに営業して、うん、給料下がってコストかかって、で何してるか分かんないし、うん、でそれはこれからもっと高くなると思うんですね。なるほど。アジアはどんどん、ね、成長するし、円はどんどん弱くなるし、うん、で日本はまあ競争過剰なんで安くていいものがあるわけですよ。食事だって今日本高いっつっても500円以下で食べるものもあるわけじゃないですか。まあそうですね。でそれはじゃあ、まあ、毎日食べた体は良くないと思いますけど、アジアで食べるものよりはクオリティいいですよ、品質管理で、うん、でアジアで例えば安いっつっても屋台が今もう200円ぐらいです、はい、200、300円で、吉野家で、ね、400円ぐらいで、給料の手取りは、まあ、日本の方が圧倒的に多いですよ、うん、ってなった時に、まあ、日本の方がどう考えてもエンゲル係数も抑えられるし、はいはい、家賃だってピンキリじゃないですか、うん、っていうのを考えた時にアジアに住むのをコストのメリットってもうないなと思って、はいはい、でこれからもっとどんどんなくなっていくと思うんですよね。であとじゃあアジアに行ってじゃあ 職能的なスキルが伸びるかっつったら、やっぱり向こうのはレベル低いこと、うん、ね、マンパワーでやってること多いんで、はい、まともに日本で働いた人は向こうで現地の仕事としても大してスキルアップにならないと。それはもちろん起業して結構大きな仕事したりとか、はい、コネクション作ろうと思ったら向こう価値あると思いますよ。でもフリーランスでウェブデザイナーとかウェブプログラマーとか、それちっちゃい仕事してたら、まあ、どう考えても日本の方が機会多いと思うんですよね。なるほどね。で僕はそのものづくりとか他の仕事やってるから、その工場はどこだとか他の視点で場所を探せるけど、 IT で海外に出てローカル営業する必要性は全くない、うん、っていうのを、まあ、いろんな国でじゃあどこの国だったらどれぐらいのね、エンジニアがいくらで雇えるのかとかも行ってみないと分かんないじゃないですか。でそういうのを散々見た結果、やっぱり日本で安いやらずいっぱいおるやんって思う。まあでもまあね、結論としてはね、そうですね。で、だからまあ僕一旦日本に拠点戻すんですけど、でも日本を拠点に多分出ると思うんですよ。あ、まあそうですよね。移動コストはもうすごい安いんで、で、もともと住まないと僕情報が入ってこないと思ってたんですよ。やっぱりその短期旅行とか分かんないから、はいはい、でもいろんな国の人らとも繋がっちゃったから、僕日本にいてもそのいろんな国の情報入ってくるんですよね。そうすると、あえて何で入ってくるの？Facebook とか。まあね、まあそうですね。今でもね、タイなんかあったらもうバーって入ってくるじゃないですか。やっぱり住んでる人と普通に繋がってると、
ニュースとかでは分かんない情報が入ってくるので、そうすると、いなくてもいいなと思って。なるほど。っていうのが、まあ、1年半経って、あのベースの拠点は、やっぱり東京の方がいいと。いいなと、うん。で、あとはその、海外にいる日本人が、まあ、これ言うとその誤解もあるかもしれないですけど、はい、ダメな人も多いんですよ。うん、知ってる。っていうのが、これもいろんな、まあ、そうじゃない人も多いですね。もちろんそうですよ、はいはい、いろんな仕事して思うのが、そのなんていうのかな、やっぱアジアって安いっていうイメージで来るじゃないですか。だからお金ないし働いてないんですよ、ちゃんと、うんうん、お金ないから安いとこ行くんですよね、うん、で、安い以外の理由があってそこに行ってる人はいいんですけど、なんでアジア来るのか、安いからってそれしか理由がない人っていうのは、はい、単純に経済的な理由なんですよね、うん。でそうすると日本でちゃんと働いてないからスキルそんなないんですよ、うん、でもその中で早いもん勝ちみたいな感じで立場とか作れちゃうわけじゃないですか、うん、まあ本当にすごい人もいますよ、うん、だけどそのなんかブームに乗っていく人、コワーキングだって黎明期にいる人と後でブームに乗ってくる人質が違うのあると思うのにアジアとかもアジアとかに来てる人も最近はやっぱりなんかブーム、うん、特にだからね、日本で一生懸命就職活動したら多分まだ仕事あると思うんですけど、なんかね、なんか仕事はないってもう決めつけて、うん、で現地でなんかようわからん仕事してたりするんですよね、はい、それ全然スキルアップにならないと思うんですけど、なんかそういうなんかブームになっちゃってるから、そういう人らと話しても何にもないんですよね、正直、うん、その建設的な話何もできないし、そのもう今までの経験も違うじゃないですか、はいはい、そうするとそこのコミュニティに入る意味がないんですよね、特に。そしたら、住む必要もないし、住んでもつるむやつおらへんし。で、結局その、ちゃんとまともに働いてる人とかは、はい、その超物価の安いところで最前線で働いてないんですよね。なるほどね。働く必要ないんで、そういうやつらを使ってるだけなんですよ。なるほど。で、そっちに行かないと、もう話合わないんで、だから、まあ、タイもベトナムもカンボジアも全部そうですけど、ほとんどみんながみんなじゃないですけど、たまたま日本に居場所がなくてそこで自分の居場所を見つけたみたいな人が多いです、うん、だから、まあ、僕も若干その日本の肌合わないですけど、はい、そのいろんな国行ってるからこの国の違いはなんとなく分かるです、はい、でもそこの国のことしか知らないと思うんですよ、うん、たまたまそこが、はい、ね、出会っちゃったみたいな、うん、まあ、タイに行ってみたらよかったのか、そう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 、はい、でそれは全然ね、自由だと思うんですけど、それをこっちにアピールされても僕もっといいとこ知ってると話噛み合わないんですよ、はい、なるほどね。でそうすると、まあ、海外行ったら話し合う人ももちろんいるんですけど、案外話し合わへんなと思って、でそしたらそういう話はやっぱ東京の方がまだ、はい、まだ東京にいる人で、まあ、機会あれば出るけど今は別にタイミングじゃないみたいな人いっぱいいるわけじゃないですか、うんうん、はい、でそういう人らは普通に準備してるから、まあ、出た方が良かったら普通に出ると思うんですよね、タイミングだったら。出らざるを得ない、まあ、コワーキングスペースとかも、行かざるを得ない人と選択肢の一つの人と全然種類が違うじゃないですか、はい、いろんなコワーキングスペースで契約してて、ただ単にこの仕事はここがいいからっていうのはいくつの選択肢を持ってるわけじゃないですか、はい、そうするとお金かかっちゃうけど便利だからやってるわけで、はい、でも単純に節約のためにやってると、はい、やっぱその人らの職能的なスキルも低い傾向があるなと思って、なるほどね、でこれはもう何の仕事をしてても共通してるなと思って、うん、っていうのを、まあ、いろんな国で様々と見立ってくる。でもまあその結果、なんか留学、これ言っていいのか分かんないですけど、留学のエージェントみたいなことになっちゃいましたよね。そうです、そうです。ただではこれはないんで。いやいやいや。いや、なんか結果的に今、そのエージェントの仕事がメインになりつつあるわけではないですか。いやいや、まあ。エージェントっていうか、その留学の紹介みたいな。エージェントの仕事はしてるんですよ。はい、まあ、サイト作ったら有名になって、あれですよね、なんだっけ、タイフィリピンか、フィリピンの、はいはい、そのなんか、ポッドキャストで、その行った人のインタビューとかを撮ってる、そのサイトですよね。はいはい。はい、それで、まあ、サイトが有名になって、学校とか生徒から問い合わせ来て、それマッチングして、まあ、プレイヤーがそんなにいないんですよ、そもそも。ああ、なるほど。がっつり本気でやってるプレイヤーって。はい、でまあ、なので、まあ、まだいくつか選択肢あるんですけど、うん、僕がターゲットしてるのは、留学ってあれなんですよ、
若い人とかやったら、まあ、もう行ったら、まあ、間違いなく伸びるわけですよ、はいはいはい、で留学って1回きりの体験なんで、はい、学校を比較したりもできないじゃないですか、うんうんうん、まあ、それも国と同じで初めて行った学校のファンになって、ね、その学校の営業マンになるんですよ。で僕はもう学校めっちゃ行ったから学校の違い知ってるんですよね。めっちゃ行ったんですか。50校ぐらいで。え、なんでそれは受けに行ったの。授業普通に授業受けたんです。なんでですか。暇だったの。あの最初は別に行くつもりないですよ。あ、でも最初留学で行ってますね、はい、一番最初は自腹で留学してるんですよ。で、サイト作ったら有名になって、あ、そうか、恋してください、来てください、まあ、取材する、なるほど、取材して、取材するならもう勉強するっていうので、まあ、例えば1週間滞在して授業を受けたりとか、それは無料で、基本無料で受けるんですね、途中からもう、はい、で、まあ、そのから記事書いてみたいな、はいはい、もちろんやってるとその違いを知ってるわけですよ、まあ、で、大半が同じような学校なんですけど一部の学校はもう全然違うんですね。でも、みんなこれいいで、そうですね、まあ、授業1対1なんで、どうとでも変えれるわけですよ、その生徒に合わせて。だけどそのみんなその自分の行った学校を、まあ、知ってそれが最高の体験だったからみんなそこに連れて行くんですけど、うんうん、英語のスキルとか目的って人と全然違うから、うんうん、友達の感覚とかあんま当てにならないんですよね、うん、本気度、ね、遊びに行きたいのに本気度学校連れて行かれてもしんどいし、うん、2週間しか休みない人が半年の人の意見聞いても意味ないじゃないですか、まあそうですね、で大学生、まあ、例えば大学受験して基礎がある人ともう全然もうリードしてないみたいな人いるわけなんですよ。全然参考にならないんですけど、やっぱりそういうのもあんま分かってないから、なんか友達がいいって言ってたら行っちゃうんですよね。でもそういうので、現地で結構ミスマッチいっぱいあるんですけど、あの留学ってみんなお金と時間を費やして、自分が失敗したって認めたくないんで、いいとこ探すんですよね。だから大変なんで、いいことになっちゃうんですよ。そうなんですよ。なんかいいとこ探して、なんか楽しかったとか、なんか どっか落とし所作るんですよね。でも現地行って飲んでたら結構不満とかみんな持ってるんですよ。なるほど、ね、そうやって出てこないんですよ、うん、はい、で学校もそんなの出したくないです、まあ、それはそうです、業界も出したくないです、うん、そしたらなんかいいことばっかり書いてて、うん、で向こう行ったら全然会わへん人とかいっぱいいるんですよ、うん、でそれがもったいないなと思って、で僕はその学校いっぱいしちゃったから、まあ、それをただ単に、まあ、ニュートラルに発信してるだけなんですよ。そうすると、まあ、一部の人はこれを見てて、まあ、ここの情報は信用できるなと思って、まあ、相談来るんですけど、留学って、まあ、遊びに行くでも僕全然いいと思うんですよ。楽しいと思う。で本気で勉強するのもよしで、その目的次第だと思うんですけど、本気で勉強する人だけサポートしたいなと思ってるんですよ。で、そういう人らは、なんかしでかすんですよ。本気で勉強して、あくまで勉強、英語の勉強なんて目的じゃなくてツールです。なるほどね。だからその後になんかアジアでなんかしでかすような人をサポートしてて、そうすると僕のネットワークがアジアに広がっていくんですよ。そうですよね。でそれは僕はあんまりお金だけじゃない感じだなと思ってて、はいはい、なのであのすごいぼんやりした問い合わせとか僕もサポートしてないんですよ、あのサイト見てくださいね。であとその学校選びでエージェント使う人とかも、はい、自分で決めれない人が多いんですよ。自分で決めれないから決めてくれみたいな。でそういう人って現地ってもなかなか成果出さない人多いんですよ、うん、で相談とかもなんか終わらない人生相談みたいになるんですよね。英語関係ないみたいな。なるほどね。だから、うん、まあ、ある種そのたくさんの人を僕サポートしてないんですけど、はい、まあ、量より質みたいな感じで、あの僕と波長合う人はもう現地行って僕追いかけますぐらい、はい、だから僕たまにフィリピン来るんでもう現地でも合流するし、でその途中で勉強の仕方とかもサポートするし、はい、でその後の就職とかもまあなんかね、僕がフォローできることだったらやってるっていうふう なんかちょっと特殊なエージェントになってるんですね。 でもそれでももうなんかまあそれでも回ってきちゃってまあやっていけるようになっちゃったから、今それを僕が行かなくても回るようにあの年内中にしようと思って、まあ、何こうチャリンチャリンとねそういう言い方やめてまたスーパーコンシューマーみたいなはいはい、あ、物を作ってね、もうチャリンチャリンしてますから、ね、なんでこんなんいやすいません、そうですね、それで自分が行かなくても回るように言ったら誰かその代わりのスタッフを使うとかじゃなくて、今僕のエージェントのフィリピン入学のやつは、うん、まあ、その僕が契約してる学校に行ったら、まあ、僕にインセンティブ入るんですけど、はい、僕はあの契約してない学校も送ってるんですよ、はい、っていうのがほんまにいい学校でもエージェント使ってないんですよ。なるほど、ね、使う必要ないから、だって自分らで直接集客できるんですよ。だからエージェント問い合わせた時点で集客できないリストから紹介されちゃうんですよ。で一部の学校はもう学校からエージェントも契約してるんですよ。
だから、もう学校なんですけど、実際全然違う名前でエージェントやってるから、そこに問い合わせ来たら自分の学校に誘導するためのハウスエージェントなんですよ。なるほど。で、そういうのも、もう裏側をみんな全然知らないから、ね、あの、いいように誘導されてるんですね。で、ただビジネスなんで、僕別にそういうのはね、あの、なんていうかな、被害がなかったらいいと思うんですけど、それでミスマッチが起きてることがあるんですよ。まあ、それはそうです。うん。で、そうすると、続けれないんですけど、留学ってさっき言った、一回きりの体験なんで、こんなもんかなってみんな自己満足する傾向があるから、うん、そういう、なんていうか変なミスマッチも、そんなに顕在化しないんですよね。うん、で、英語の勉強って僕、この1年、2年ぐらいやってすごい痛感するのが、もうダイエットと同じで、やるしかないんですよね。なるほどね。もう決まってるの、はい、頑張ったら伸びるんですよ。はい、でもみんな、ダイエットもね、もう摂取カロリーよりも消費カロリーの方が、ねはい、多かったら痩せるんですけど、それできないから、それができないから、なんか即効性のある本があんなバカ売れするわけですから、ライズアップとかが、ねまあそうですよね、売れるのも、結局できないからじゃないですか。うん、で英語の勉強もみんな、コツコツできないから、ショートカットを探すんですけど、うんショートカットを探すのは目的化しちゃって勉強しない人がいっぱいいるんですよ。なるほど。どうやったらうまくいくんだってずっと探してるんですよ、勉強の仕方を。でも全然現地で喋ってない。で、そういう人を僕いっぱい見てきて、もう今問い合わせが来たら、その人が大体どういう留学でどんな感じなのかもう分かるんですよ。もうそのいっぱい見てきたから。まあそれそうですよね。うん、だからパターンなんですよ、本当に。その性格と今までのバックボーンとかで大体分かるんですね。で、それで伸びそうな人をサポートしてるんですけど、はいサポートするときにこの人がもう絶対この学校アウトでもここエージェント使ってないってなってもここに送ってるんですよね、はい、そしたら学校からしたらなんで金にならへんのにその送ってくんのみたいななるほどなるじゃないですか、はい、そうするともう完全に信頼感ができるんですよ、うん、お金にはならないですけど、はい、でうまくいってる学校って成功するだけの何かを持ってるんですよ、はいはい、で僕はそことつながってるからうまくいってる学校のナレッジまあコーヒーも同じだと思うんですけど、まあ うまくいってるところに共通点ってあるじゃないですかありますね、はいで僕はあんまり単体でその利益を、まあ、考えずにずっとやってたから、まあ、ナレッジをとりあえず入れようと思ってたんで、はい、生徒側の勉強のプロセスも分かってきたし、学校側の運営も分かってきたんですね。っていう感じで、まあ、ひたすら、まあ、2014年は1年間やったんです、はい、でそしたら今もうなんか例えば学校買わへんかとかね、まあ、いろんな話がするわけですよ。その条件が、ね、変わったら、買って自分でやってもいいじゃないですか。買ってね。いやもうコワーキングでしたらもうなの。まあ例えばですけど。例えばですけど。はい。で、まあ、ただ僕は今スーパーモーションのものづくりしてるんで、はい、定期的に帰ってこないといけないから、まあできないですけど、まあもしかしたら将来的にそういうのもあり得るかもしれないし、別に海外でやったとか別に日本でやってもいいと思うんですよね。はいはい。そうですね。で、もうすごい痛感するのはもう、英語教えるのうまいのはもう日本人なんですよ。うんで日本人だけど、あの帰国子女とか、もともと喋られる人はダメなんですよ、はい、年取ってから苦労して頑張った人は、その道のりが分かってるんですよなるほどね、うん、でも、日本人ってやっぱネイティブに学んだ方が分かると思ってるじゃないですか、はいはい、でもそれは、あのね、だいぶ上級になってね発音とか、その細かな調整はそっちの方がいいんですけど、プロセスの部分においては、自分で言うと、絶対分かりやすいんですよ、うん、で、まあ日本人は、日本人が僕はまあ一番いいと思うんですけど、その次にフィリピン人がいいのは、フィリピン人も彼らネイティブじゃないんで、勉強中なんで、で彼らはもう英語勉強して海外に出て出稼ぎして家族を養いたいんで、うん、英語上達するモチベーションを持っとるんですよ。なるほど。あくまで先生ってプロセスなんですよね、彼らの。うん、だから、すごくその熱心に分からないことを答えてくれっていうのが初級には合うと思うんですよ。うん、でもある程度レベルが上がると、フィリピン人の限界が来るんで、うん、あと彼らはその授業を短縮する力はあるんですけど、人ってだいぶプレッシャーにならないと伸びない人っているんですよね。楽しいで帰っちゃう人いるんですよ。なるほど、なるほど。やっぱりもうアメリカとか行って差別受けて、ほんまムカつくなっていうのがバネになる人もいるんで、フィリピンは比較的その楽しく終わっちゃう、そういうネガティブさがあるんですよ。ビニールハウスみたいなところがあるんで。だからそういう意味で、この会う人会わない人とか、そのあらかじめ分かっとかなあかんことがあるんですけど、僕はそういうなんかその超リアルなことがあんまり表に出てないんで、なんか、セブ最高みたいな感じで行って楽しかったみたいなすごい薄っぺらい情報が多いからそれがもったいないなと思ってでそれでまあサイトを作ってでそれに共感を読んだ学校がまあつながっていてでたまに行ってる学校もあってるとでそれを任すのは今現地に住んでる人で波長が合うと何人かいるのでその人に記事書いてもらおうと思って教えてるところですで今も僕の確認待ちのやつがいくつか記事あって
で、あそこのサイトにも今記事1本上げて、いい記事だったら、もうそれで制約いっぱいするんですよ。なるほど、ね。それ1年間ベンチマーク取ったんですよ。はい。で、もうパターンがあって、いくつか学校経験したけど、この学校のこういうとこが好きで、最高みたいな記事だったら制約するんですよ。うん、でもその学校しか知らない人が、もう最高最高って言っても、まあそうです。あんまり信憑性ないんですけど、うん、複数の学校を経験して、例えばアメリカ留学も行ったとか、なんかいろんな経験がある人が、すごい客観的に学校のことをやると、やっぱりね、あるじゃないですか。だから僕は今学校にそういう人がいたら、紹介してもらったら僕のサイトに掲載したら、間違いなくこれぐらいの人数来ると思いますみたいな。でトラフィック出して、でそれ有料だって言うんですね。でもそれは、そうなんですよ。ただ記事広告ってやると、その広告の内容について学校がやっぱり口出してくるんで、紹介料っていう感じになってます。で、それで、現地の人、例えばセブで生活してるような、その若い学生とかだったら、もうそれで食っていけると思うんですよ。頑張って。あ、まあ、それそうですよね。そうなんですよ。で、それで、そうなんですよ。だからそれで、今はその記事の書き方とか教えてて。その人たちは日本語で書けると。はい、日本で。日本の留学経験者で、その後、現地住み着いちゃって、第三校。で、そういう人らに僕が伝えて、で、まあ、頑張って記事書いてもらって、記事広告みたいな感じで稼いでもらって、で、まあ、僕にも入ってくるみたいな仕組みができるかな。なるほど。で、1日どのくらいの PV あるんですか？それクローズド？いや、1日2000。ああ、でもまあ、更新してる時としてない時で、はい、まあ、ニッチなんでね。ニッチで2000。なるほど。で、まあ、記事も、まだ僕インタビュー130人ぐらいなんで、うん、まあ、記事増やして、まあ、今もコンテンツ量と更新頻度なんで。だって、記事だけじゃなくて、そこに音声も入ってきますからね。そうですね。すごいですよね。まあ、だから、はい、はい。記事を増やすと、うん、いうことを、まあ、して。はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫です。うん。まあまあそんなことをやってって、まあ、それがまあ仕事になっちゃったってことですね。で、月に何百万ぐらい稼いでるか。それは今だ。それは今ですか。それ止めてからですかね。月何百万ぐらいですか。そんな稼いでない。そんな、だから留学も留学もシーズンなんですよね。留学もやっぱり日本で夏はいくけど、閑散期と繁忙期の差がすごいあるんですよ。今はだからトップシーズン。今夏なんで。だから行かないですよ。あ、人多いから。なるほど。で、人多いのに学校とかもパンパンじゃないですか。基本的には夏休みが多いですか、と春休み。はい、夏が多いです。でも学生の多いってことかな。学生とはやっぱ夏だとお盆とか。ああ、そうか。絡まってない。社会人も取りやすいっていう。短期で行くんで。夏とか行くと、もうパンパンなんで、できれば夏とか避けた方がいいんですよ。うん、でもみんな休み、そんな調整できないじゃないですか。